沢田に相談があんねんけどさ、はいはいはい、で俺昔からよく怪我しがちやねんけども、病院の何科に行けばいいかいつも分からへんねんな。あーなるほどな。じゃあ今までどんな怪我してきたか教えてくれたら、今日はどの病院行けばよかったか教えてあげるよ。あ、ありがとう。アキレス腱がブチって切れた時、これは何科に行けばいいの？あ、それは整形外科行ったらいい。あ、そうなの？何科行ってたの？耳鼻咽喉科。絶対ちゃうやろ。え？いやいや、アキレス腱切れたら整形外科行かない。じゃあ小学校の時にプールの授業でアキレス腱ブチっと切れた、これ整形外科行けよお前。いやいや、アキレス腱切れてんねんから、いや関係あらへん。プールで小学校耳鼻咽喉科なんかよう、うん、お世話になるけども、それは整形外科行かん。あ、そう。じゃあ飛行機に乗って耳抜きしたらアキレス腱ブチって切れたら、これは耳鼻咽喉科に。いや整形外科行けて。いや関係あらへんねん。耳キーンってなったとしてもアキレス腱切れてんねんから整形外科行かん。これから聴力検査を行います。聞こえてきた言葉を答えてください。アキレス腱切れたら整形外科行けお前。いやアキレス腱切れたら整形外科行け。ちょっと肝試しをした時の話なんですけども、まあ、何も出てこへんから帰ろうかなって思ってバッて振り返ったら、髪の中で女の幽霊がブワー出てきて、あ、これ逃げなあかんと思って走り出そうとしたらアキレス腱ブチッと切れてもうて、それ以来俺ずっと幻聴が聞こえるんやけど、これは耳鼻咽喉科に行けばいい。整形外科行けって。アキレス腱が切れてんねんから。いや、ほんでそれ幻聴に関しては耳鼻咽喉科でもなんともならんから、ちょっとお祈り行ってから、まあ、整形外科行け。たかしくんは毎分1メートルの速さで50メートル先の小野田耳鼻咽喉科に行こうとしています。さて、たかしくんは耳鼻咽喉科に行けばいい？整形外科行けって。そのたかしくんの耳鼻咽喉科へ行く足取り、毎分1メートルは絶対アキレス腱が切れとんねん。だからもうこいつはアキレス腱切れてんねんから、整形外科行け。フィリピンポーカーって5回言ってもらっていい？フィリピンポーカー、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 フィリピンポーカー。アキレス腱切れたら整形外科行け。フィリピンポーカーとお前耳鼻咽喉科はならへんねんって。あ、そうかそうか。じゃあ最後にこれだけ教えて。お前の声途中から聞こえへんねんけども、これは耳鼻咽喉科行けばいい？いや、それは耳鼻咽喉科行ってこい。もうええわ。どうした？